ンシアスで、はい、耐震工事が完了いたしまして、はい、今日のせいで、いや、そないに吹いてるやろ、ね、失礼いたしました。皆さん寒い中ようこそお越しいただきました。寒いけどみんなぎゅうぎゅうからあったかいんじゃない？そうですね、今日はもうあの横の足と気にせずくっついてください、うん、風を遮断しながら、あの今からは吉本のお笑いステージということで、まあ、こちらが、耐震工事が完了いたしまして、それの記念ということですね。そうですね、はい、もう間もなく完成するということで、はい、はい、今日はこの新しい岐阜のこのビルを皆さん見ていただこうというステージになっております。はい、館内でもね、いろんなお楽しみがあるんですよ、はい、松阪牛サーロインステーキや、はい、お買い物、お食事券が当たるガラポン抽選会、はい、そして、お買い物レシートやアポロシネマの映画のチケットでご参加できるイベントがたくさんございます。お子様にも喜んでいただける催しもあるんですよ、はい、プロのヘアメイクさんとスタジオアリスさんの専門スタッフの撮影でディズニープリンセスになれるなりきり写真撮影会、はい、こちらもお買い物レシートや映画のチケットでお楽しみいただけます。今日はあの漫才3組見ていただいて、はい、でそれあと抽選会があって、でまたちょっとお子さんたちと一緒に歩いたりしながら、はい、おそらく小1時間でしょうか、最後まで、この寒さの中、はい、完走できる方は何人いてるんでしょうか。でもね、はい、笑いでたくさん笑っていただいたら体がポカポカしますので、はい、僕ら今出てきただけなのに、はい、めちゃくちゃ寒いですよ今日。あとね、思ってるよりこのマイク冷たい。もう指が込む、指が確かにね、はい、声になってます。はい、今から漫才で皆さん笑っていただきながら、はい、体をね、温めていただいて、はい、で抽選会でいろいろ素敵な商品もございますので、お楽しみいただきたいと思います。はい、マキちゃんはここ来たことあるよね。あ、そうです、私高校の時に、はい、ちょうどこのアベノマシで乗り換えだったので、かれこれ二十数年前になります。そうですね、若く見えてマキちゃんももう年になってきてますので。そうなんです、本当37歳ですので、はい、本当にもう二十数年前はい、にここよく来てましたよ。映画もよく見ましたし、はい、当時付き合ってた彼氏と、いろんなものも食べましたよ。マキちゃんの彼氏はね、はい、歴代変な人なんですよ。ここだけの話、前の彼氏は、置いてある白バイに勝手にまたがって写真撮るような人でした。あれだけはやめた方がいい。勝手にじゃない、あれまたがって写真撮るやつなんですよ。でもあれをかっこいい、はい、もう決め顔で写真撮ってるのを見せられて、なんちゅう男選んだよと思う。確かに子供しか並んでないところに、彼も一人だけ大人並んで、はい、またがって写真撮ってましたけど、それを Facebook の一番大きな写真にしてましたから。もういいやん、いいやんか、もう別れてるから。今またフリーですんで、またよろしければ、はい、誰かおられましたらね、はい、マキちゃんに、はい、声かけてあげていただきたいと思います。はじめさんどうですか、来ますかこの辺は。僕はね、はい、アベノにはね、耳掃除しに来るんです。耳掃除めっちゃええとこあるんですよ、ね、耳の中にね、はい、カメラ、はい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 、細いカメラ入れてやってくれんねん、ほんならね、気持ちいいのと、うん、もう見て気持ちいいの、あ、ごっそり撮れるところが見れる。そう、それを取材で行ったんですけど、その後ナインティナインの岡村さんが電話あって、はい、俺も行きたいあそこ言って、はい、連絡先教えてくれて連絡あって、一回行ってください、ほんまにね、めっちゃいい、うわー、こんなので、めっちゃ恥ずかしいね、でも、はい、いっぱい耳なんか汚い、そう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 、はい、もう毛もボーボーで、毛もボーボーで、もう恥ずかしいねんけど気持ちいいという、はい、アベノにはそういうところもあるんですね。そうです、そんなアベノですが、今日はミュージック、ミュージックお寒い中ありがとうございました。以上、アベノマ
上の天王寺のジャンカラには行かせてもらってました。歩道橋で僕ら見取り図、それこそ天王寺の、歩道橋って言いますよね。確かに漫才とかしてました。小袋さんとかこの辺で、あらしいですね。それと同時期ではないんですけど数年前までやってたりしてました。ストリートというか、この僕らセンターマイクに見立てた棒を立ててて、見取り図だけ書いとって声かけられたら立ち上がって漫才するやってました。でも30分1回だけですよ、はい、1回だけです。あ、でもすごい、はい、すごい、それってだいぶ強くなります、ね、強くなりましたお客さんがね、寒そうですね。特にあの道路側の人も風でも髪の毛がビュンビュンなびいてたから、それでもね、最後まで見てくださったので、ね、あったかいお客さんでしたね。嬉しかったですね。そうですね。森山がなぜ僕が先陣切るんですか。補強といえば、うん、ね、森山が補強といえば去年 M1 出させていただいて9位というちょっと良くない結果だったので、ちょっと審査員さんに言っていただいた、ダメ出しじゃないですけど、それを全てちょっと改めて、またネタ作りやって今年も M1 グランプリ優勝目指したいなと思います。って言われた。そうです。上沼恵美子さんにネタが古いって言われたので、新しい漫才を披露していけたら2019年の。